志村ラタカシ、シムラタカシ、シムラ1905年、明治38年3月12日から1982年、昭和57年2月11日は、日本の俳優である。本名は、島崎昭治。身長163センチメートル、実刑の島崎義尾は、横浜ゴム社長を務めた人物。兵庫県朝子市出身、舞台俳優を経て、 映画俳優となり、戦前は時代劇などで活躍した後、戦後は東方を中心に、数多くの作品に出演。生涯で出演した本数は443本に、上る。黒沢明監督作品には欠かせない俳優である。1905年、明治38年3月12日、兵庫県朝子郡行野町、現在の町来市行野町、口金屋の行野鉱山社宅。 校舎宅に生まれる。父は、三菱育の工業所の夜勤技師で、祖父は、土佐藩主、山内陽道の故障から二百五十国取りの優筆に、上がり、とは、伏見の戦いには、隊長として出陣した経歴を持つ武士であった。1911年、明治四十四年に、育の尋常小学校に入学、帰還期のガキ大将だったが、 その反面6年間通して優等生で過ごし、1917年、大正6年、旧正神戸一中、現兵庫県立神戸高等学校に入学、その後父親が宮崎に単身転勤となり、ちょうどその頃の志村は、軽い肺病のために年間進級が遅れたことから、母や兄弟と共に、父のもとに交流し、それに伴い、宮崎県立のべ岡中学校、 原利矢崎県立の岡か高等学へ転校する。在学中は、英語が得意で、文学に憧れて、同人雑誌に加わって、詩を寄稿する一方、ボート部に入り校内有数のボート小木の名手として、活躍する。道中学校卒業後の1923年、大正12年に、関西大学余科に入学するが、間もなく、父が退職したことから、 学士の援助が得られなくなり、夜間の専門部 A 文化に転じ、大阪市水道局の臨時職員として整形立てる。この頃、A 文化の講師に劇作家の豊岡佐一郎やシェイクスピア研究家の坪内志功がいたことから演劇熱が芽生え始め、大学の演劇研究会に参加し、さらに九百二十八年、昭和三年には豊岡を演出家に見、自ら幹部として、 アマチュア劇団、七月座を結成する。しかし、芝居に熱中する、あまり市役所は、欠勤続きでついには、首となった。そこで、大学も中退して、本格的に役者の道を目指し、七月座のプロ化を図り、巡業などをするが、大赤字となり失敗した。大阪に戻って、ジョブック、NHK 大阪放送局のラジオ劇に、声優として出演したり、 厚紙切りなどで食いつないでいたが、それだけではどうしても生活ができず、1930年、昭和5年に、豊岡の友人で、後に、東方撮影所長になった、森田信義の世話で、さつき信子の近代座に入り、職業俳優として舞台に出演する。以降は、日本各地をはじめ、遠く上海、鎮太を、天津、大連、富山にまで巡業した。しかし、 この頃から同じような芝居が続いて気持ちや生活態度はすさみ演技も惰性になっている自分に気づき巡業先で一座を離れ再び大阪に戻って1932年昭和7年に剣劇の新生劇や翌年に旗揚げした新鮮座の舞台に立つが芝居の世界は景気が悪くなる一方でこの頃主流になり始めた陶器映画に 舞台で鍛え上げた実績を生かせるかと思い、映画俳優の転向を決意する。九百三十四年、昭和九年に、新興キネマ、京都撮影所に入社する。サイレント映画の、恋愛以外一丁目で、映画デビューした。当初は、セリフのない役がほとんどだったが、九百三十五年、昭和十年に、伊丹万作監督の、第一回陶器作品、忠字売り出すで、 初めてセリフのある役をもらう。それ以降は、だんだんといい役がつき始め、1936年、昭和11年には、第1映画で、溝口賢治館の、何はひかに、したたかな刑事役で出演した。また、知恵蔵プロに移籍した、伊丹満作に呼ばれた、赤西柿田で、現代のサラリーマンのような撲突とした侍、角又た良の進を演じてからは、 ゲータ社名は契約として認知され、志村自身も映画開眼した作品と述べている。同年、松田貞治に壊れて、牧野東器製作所に移籍。同社は、翌1937年、昭和12年4月に解散し、辻吉郎の口添えで同年に、日活京都撮影所に移籍。1942年、昭和17年までに100本近い作品に出演した。 特に、嵐勘十郎主演の、うもん、鳥物町シリーズでのアバタのケイシロー役は、戦前の出演作品の中でも、志村の当たり役となった。また、牧野正弘監督のシネオペレッタ、ユアンヤン歌合戦では事実上の主役を演じて、得意の歌を披露。その歌のうまさに驚いた共演者のディックミネに、歌手デビューを勧められたという。しかしこの頃、 かつて進撃の舞台に立っていたことから特別、高等警察に、京都の渦正警察署、現、右京警察署へ連行されて20日間ほど交流、妻、政子と、俳優仲間の月形龍之介が身元、引き受け人となり話される。戦後、我が青春に、悔いなしに出演した際、毒一語と呼ばれる特攻を演じるが、これはその時の経験を活かしたという。 1942年、日活と大英との合併をきっかけに退社し、コア映画、松竹渦政撮影所に入社する。4本の映画に出演するが、しかしその後は、仕事がなく、この頃に進撃を追いやられた、東野栄次郎、小沢英太郎、戸山康史らと生活を助け合う。当時、コア映画は他社に俳優を貸し出しており、志村の恩人で、 東方のプロデューサーの森田信義から打診されて、志村も東方の作品に出演した。1943年、昭和18年にコアとは契約が残っていたが、東方に移籍、数本の繊維紅葉映画にも出演している。1945年、昭和20年、朝鮮映画社制作の今井忠監督作品、愛と誓い、ロッケで朝鮮に渡る。 このロケがきっかけで、キムチが好物となる。この年の8月に終戦を迎えるが、実定が、この数週間前に、南方で占領死する不幸に見舞われる。1946年、昭和21年、東方オールスター映画の戦後第一作である、ある夜の殿様にも配役されるなど、俳優としての地方を固めていた。1943年、黒沢明の、 1> 第1回監督作品、姿三四郎で老中術家、村井半助を演じて、以来、黒沢作品には欠かせない存在として、21本の黒沢作品に出演した。黒沢の最初期の作品では脇役を演じたが、1948年、昭和23年の、酔いどれ天使で主演に抜擢され、酔いどれ医者役を講演した。続いて1949年、 昭和24年には、野良犬で参戦と組む、ベテラン刑事役を、静かなる決闘で参戦の父親役を演じ、この二つの演技で毎日映画コンクール、男優演技賞を受賞する。酔いどれ天使以降の作品では、三船とのダブル主演の作品がほとんどだが、1952年、昭和27年の、ビキリでは、ワンマン扱いで主演した。ガンに侵された。 市役所員を、頬骨が見えるほど減量して公演。NY タイムズに、世界一の名優と絶賛され、黒沢にとっても志村にとっても一世一代の作品となった。1954年、昭和29年の、七人の侍では侍たちの、リーダー、官兵役で、お荷物的存在、菊池を演じる三船と対将を成す、ダブル主演。 それまでの性格俳優的なイメージを一新する、沈着豪寛なヒーロー像を打ち立て、生きると並び生涯の代表作とした。生き物の記録を最後に、華麗のため主役級を降板。以後は、脇役として、黒沢作品への出演を続け、癖の強い役役なども演じた。最後の黒沢映画は、影武者である。1961年、昭和36年には、 黒沢の代理として、ベルリン映画祭に出席、多くの欧米の映画人から祝辞を述べられる。黒沢作品以外では、彼の名優、本大志郎監督作品でも、第1回監督作品、青い真珠をはじめ、太平洋の和紙を皮切りに、ゴジラの山根博士役、モスラ、キングギドラのデビュー作などで主に重厚な科学者役を、演じ東方の怪獣映画、 特撮映画に多く出演した。また、天地俊一監督がモデルとされる初老のプロ野球監督を演じた男ありで、1955年は黒沢作品でも特撮映画でもない志村の代表作として挙げられる。本作は映画化が危ぶまれていると聞いた志村自身が映画化実現まで原作を守ろうとするほどの熱の入れようであった。映画化した後もテレビドラマ化され、 志村は映画とテレビでこの主役を演じた。山田洋次監督の男は辛いよの広志の父親役でも知られ、岡本喜八監督の日本の一番長い日役前慶監督の黒部の太陽など名称の作品でも講演した。60代に入る頃から病気がちとなり、1974年。 昭和49年に肺気腫と診断されるが、それでも映画やテレビに出演を続け、入院中の同年には死受報章を受賞する。しかし1977年、昭和52年頃から病状は悪化、入退院を繰り返していた。1980年、昭和55年に君四等旭実賞受賞を受賞。1982年、 昭和57年2月11日午後0時41分に慢性肺気種による配信で慶応義塾大学病院で死去、去年76歳。政子夫人とは仲のいい夫婦で知られたが子供はいなかった。遺品は2010年平成22年に東京国立近代美術館フィルムセンターに寄贈された。また同年には兵庫県朝子市に 志村隆記念館が設立された。太字の題名は、キネマ旬報ベスト10にランクインした作品は、黒沢監督作品。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。